はい、今日も取材にやってまいりました。1回目、2回目、3回目ととても好評だったこちらです。ご紹介したいと思います。花椒流乾燥学会代表理事の岡井上皇先生のもとにやってまいりました。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、とっても女性にとっては魅力的なお話を伺えるということなので、はい、すごい期待してきたんですけれども、はい、前回も初対面で第一印象、顔がとても大きな割合を占めるというお話だったんですけども、はい、本当に女性であればメイクとか大抵の方されるじゃないですか、はい、この一つ一つで全然運の開き方が変わるということで、はい、なぜ変わるのか、どうすればよりその方の望んだようなものになるのかっていうお話を聞かせていただけるということなので、今ワクワクしております。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で私はですね、実はほとんどメイクをしない人なので、はい、女性らしさをちょっと置き忘れてきてる人間なんですけれども。そんなことないですよ。そうですか、うん、もう今ナチュラルメイクの時代なので、はい、本当はお肌もね、何もしないのが本当は一番いいっていうふうに言われてるんですけど、やはりあの今自然のね、はい、紫外線だとかいろんなものでやっぱ皮膚を傷つけないように保護するために、やはりメイクはされた方がいいかなっていうふうには思いますよね。なるほど。でもやっぱりその肌を保つための内容成分を選んで、はい、あんまり厚塗りにしない方がいいのかな。そうですね。わかりました。でもやっぱりこう眉を描いたりとか、はい、アイメイクとか、はい、口紅、はい、この描き方一つでそんなに変わるものなんでしょうかね。そうなんです。あの前回もお話ししたかと思うんですけど、はい、顔の第一印象っていうのは、はい、眉がすごく影響していて、眉を変えることによって顔が8割は変わっちゃうんですよ。え、眉で8割変わっちゃうんですか。はい、私なんかもう本当に生やしっぱなしのほっぽらかしなんですけど、これってじゃあやっぱりあんまり良くないんでしょうかね。いや、あの杉山さんの場合は、はい、すごくいい眉をしていて。え、そうなんですか。うん、あのちょっとね、今正面から見るとこう8の字っていう風になっていて、で、あの毛並みもいいですし、きちんとこうあの太さもあって、とってもいい眉をしてらっしゃるんですね。はい、そういう方は本当にあのスケールが大きくって、いろんな人があなたのところに寄ってくるっていう眉をされてるんです。はい、じゃあ仮に普通に、はい、まあ、普通にというかあのマイクを持って人前に立たせていただくときには、うん、はい、一応メイクするんですよ。はい、でその時に軽くやっぱりあの眉を描き足す部分があるんですけども、はい、その時には今のラインを守るような感じで足せばいいでしょうかね。はいはい、あの毛と毛の間と毛並みのね、はい、その空いてる部分とか、はい、やはりそのあの眉の場合は長さとか、あの色とか、またはあとは何だろう、太さが影響するんですけど、はい、あの一応長さっていうのはその寿命であったり、今やってることが長く続くかどうかっていうことを表してるんですね。で太さっていうのはその人が持ってる力量とか力を表していて、はい、であと眉の色っていうのは、はい、その人の意思を表してるんですね。へー。なので今、はい、あの杉山さんの場合はすごくあの形のいい眉をしてらっしゃるので、あとあのちょっと髪の毛の色と眉を比べると眉はちょっと薄いんですね。はい、だから眉のその、まあ、色をもうちょっと足す、うん、あのそれも一本一本あのこう塗り絵のように、はい、こう眉の形を描いて塗りつぶすのではなくて、はい、自分のこう毛並みのね空いてるところを描き足していくっていう自然の眉を作っていくっていうのが非常に大事かと思うんですね。そうすることによって、あの自分の顔、今の顔とそれを描き足した時の顔を見たら、はい、全然違って見えると思うんです。で自分 の、はい、あの顔に力が出てくるので、自分で自分の顔をご覧になってもすごく励まされると思うんですね。はい、私ってこんなに力があるんだわって。へー。それだけでも自分の脳に言って聞かす、はい、だから本当にあの考え方を先に変えるのか、または見た目から変えて、はい、っていうのがこの脳と顔との因果関係なんですね。あ、前回も本当に脳が顔を作っていくし、そのことによって運とか、はい、まあ、人生を作っていくっていうお話を伺いましたけども、はい、そうすると女性の場合はメイクっていう方法で、はい、そのコントロールがちょっとできちゃうっていうふうに考えてもいいんでしょうか。はい、そうなんです。あら、あのそれにはね、眉が眉と額で運命の 70% 決めるっていうように、はい、私があの一番最初にね、はい、先生にお会いした時に言われたことが、私の眉はあの杉山さんと逆でこういうふうにあの上に上がってたんですね。
ですからあなたはこう眉が邪魔してますよって言われて、でそこから藤木先生とのご縁が始まりまして、で私はその時にあの先生がこう眉を直してくださって、すごく女性らしい眉に描いてくださったんですね。でその顔を自分で見た時に、今までの自分と全く違う自分がそこにいて、はい、ですごい今までは頑張らなきゃ頑張らなきゃと思ってたんだけど、はい、けれどもそれを見た瞬間に、あもうなんか頑張らなくていいんだと思って、肩の荷がグッと降りた時にすごく楽になったんですね。そうだったんですか。そうなの。だから本当に、今の甲斐先生の眉は、はい、その時の藤木先生のアドバイス、はい、そこからこう、はい、眉の形を整えていらした感じでしょうかね。そうなんです。結局整えたっていうのは、うん、私はその時にあの本当にバカな話なんですけど、はい、あのじゃあね自分で描くんだったら、はい、剃っちゃった方がいいやと思って、剃っちゃったんですか。そうなんですね。1年間毎日自分で描いたんですね。ところが眉ってなかなか描けないんですよ。女性の方みんな悩んでらっしゃると思うんですけど、そうなんですね。1年間頑張って、はい、それで今はねある程度あの本当に半分ぐらいは残して自分でアレンジしてるんですけど、はい、眉っていうのはあの仕事にいい眉とか愛情にいい眉とか、はい、あの金財運お金に恵まれるっていう眉とかいろんなものがあるんですね。だからその時その時に合わせて自分を自己演出するっていうことが眉でできるんですね。眉毛だけでそこまでできちゃうんですか。できるんです。だから私が一番最初に書いた本は眉を変えるだけで運命が変えられるっていうタイトルの本だったんですね。わー、あらびっくり、はい、いや実は私 B の法則という本を小説を書かせていただいたんですが、はい、この書いた直後、はい、ん書いた時ほぼ一致してるんですけども、はい、その時にすごくお世話になった化粧品会社の社長さんがいらっしゃってですね、はい、その方に杉山さんの眉毛は良くないよって言われたんです、はい、でその時にちょこっとアドバイスいただいた部分があって、はい、そのアドバイスに逆らってた部分の眉を抜いたんですよ、はい、本当は抜いちゃいけなかったらしいんですけども抜いちゃったんですよ。だからそこを今生えてきてなくて、うん、それで今の眉になってるんです。うん、あじゃあ多分そこのところがちょっと薄くなってる、あの前頭のところが結構薄いんですよね、はい、だ多分そこじゃないかなっていうふうに思うんですね。実はですねこの辺、まあ、ちょっとラジオの方には説明が難しいんですけども、うんうん、眉山っていうところですね。眉山、あ、はい、そかそか、眉山を取っちゃったんですね。はい、もう少しあの太かったんです、うん、あ、分かりました。じゃあ杉山さんもともとこういう八の字眉じゃなくて一文字眉って言ってこう漢字の一っていう、はい、横にこうしっかりした眉をしてらっしゃったかと思うんですね、はい、で性格的には多分あの何か一つこれって決めたらそれをずっとやり通すっていうすごい力を持ってらっしゃるので本当はそうだったかもしれないんですが、多分今はこうやってあの皆さんにねラジオを通していろんなことをお伝えしたり、そういう意味であのたくさんの方のためにあの尽くしてらっしゃるっていうそういう前に今変わられてるんだと思いますよ。だから多くの人が本当に杉山さんのところに持ってきてくださって、はい、でまたあなたがこうなんかこれから本当にスケールの大きなことをやるんじゃないかなっていうなんかこう期待のもとにそういう眉ができてるんじゃないかと思います。なるほど、あらびっくり、はい、じゃあその時に抜いたのは今の私にとっては正解だったのかもしれないですね。あら面白い。でも今眉だけでかなりのお話をいただいてしまったんですけれども、はい、実はでも本当に顔っていうのは、はい、体中の筋肉の中でも特殊な表情筋っていうものがある、はい、組織というか、はい、場所じゃないですか、はい、ですのであの本当に縦横無尽にいろんな方向を向いて筋肉があるのはお顔だけですよね。そうですね、はい、あの体中に筋肉はもちろんあるんですけれども、やっぱり表情に影響するのが顔にある筋肉ですよね、はい、でそれがもう縦方向とか横方向とか、はい、こんな風に入り混じってる部位っていうのは他に多分腕とか足とかにはないじゃないですか、はい、でそして年齢とともに、うん、残念ながら重力に負けがちなのもお顔の筋肉かなって思うんですけども、はい、このあたりもやっぱりその運命とか、はい、人生に影響してくるわけですよね、はい、もちろんあの人間ってやっぱりあの脳の力で全部の体が動かされてますので、はい、自律神経がしっかりしてないと、はい、あのこう毛細血管にちゃんと血液が動かなかったり、筋肉が動かないですね、でさっきあの年とともに下がるっておっしゃったんですけど、はい、この口の周りっていうのは上に上げる筋肉と下に下げる筋肉があるんです。
だから決して年取ったからって言って下がるわけじゃなくて、常に脳がラッキーなことばっかり考えてるとやっぱり口角が上がるっていう、そういう上に上げる筋肉がどんどん働いてくれて、で笑顔がすごくいい笑顔が作られていると、やっぱり顔も明るく、本当にこういいお顔になるんですね。そうなんですか。はい、いや実は先ほどのそのアドバイスを、眉のアドバイスをくださった社長さんから、やっぱり口角についてもダメだよその口角じゃって言われたんですよ、はい、ともかく意識して鏡見て口角上げて、そうすると運気が上がるからって言われて以降、一生懸命一生懸命こう口角を上げる練習をして今に至るんですよ、はい、やっぱりそのアドバイスも当たってたんですね。もちろんです。口角を上げるってことは、自分だけではなくて、世の中の人、周りの人をみんな幸せにできるっていう、そういうサインなんですね。はあ、そうなんですか。うん、だから口角だけは、とにかくどんなに辛くてもね、上げてくださいって言うんですけれども、最近は笑っても口角がこう下がってる人っていうのがいて、本当に悲しいことなんですけど、笑ってても口角が上がれない人っていうのはもう本当に心になんか悩みを抱えていたり、でそういう笑顔でもやはりいろんなものが見えるんですね。そうなんだ。基本的に笑顔ってやっぱりその人、どんなお顔立ちの方でも笑ってるお顔って素敵じゃないですか、なので周りにこういい影響を与えたりとか場を和ませたりする力があるって思ってたんですけども、やっぱりそこまで心が落ちてしまっている場合は口角上がらないんですか、笑っても。心が沈んでいると、やっぱり脳、自律神経がうまく働かないので、もう顔面の筋肉が固定されちゃって動かないんですね。だからやはりそれを形からでもいいので、まず自分で口角を上げる練習をして、そして脳に指令を上げてね、でこうやったらちゃんとなるんだよってことを言ってあげることによって、脳が「あ、そうなんだ」ってキャッチしてくれたら、顔はどんどん変わっていくので、そういう練習から入ってもらうといいかなっていうふうに思います、ね、なるほど。じゃあその鏡を見ながら笑う練習、口角を上げる練習をしたり、そしてまたメイクでその口角が上がるようなメイクをするとか、そういったことで変わってくるわけなんですね、いやもう本当に楽しいお話でもっともっと伺いたいんですけれども、お時間の方が来てしまいましたので、ぜひまたこのお話深く伺いたいと思います、来月またよろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、こちらこそありがとうございました。